どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今日のですね、田舎スーパーの弁当優秀すぎたこちらの牛飯です。牛飯弁当なんですけども、中身が見えません。これから一緒に見ていきましょう。値段は298円と価格的には優秀でございます。そして大黒様の牛飯ということで、何やらありがたそうな雰囲気しますけども、いかがでしょうか。ちょっと取ってみましょう。はい、じゃあ開けてみますよ。あ、牛丼っすね、これはね、単なるね。うん。牛丼2キュッパだ。うん。まあ、いただきますか。はい、もうせっかくなんでね、卵をね、これ入れちゃいました、冷蔵庫にあったやつを。さあ、ちょっといただいてみましょうか。もうなんか美味しいのは分かってるんで、言うまでもないですよね。はい、じゃあこれ混ぜて。ちょっと甘みたっぷりという感じですか。まあちょっと特に言うことはないですね。なんかもっとこう意外なものを想像していたんですけども、意外にも牛丼でしたね。まあもう買うことないと思います。これはあの海苔弁の方が意外性があっていいかなというところですね。はい、まあでも本当美味しいですよ。ありがとうございます。